リーガルは GM がビューイックブランドで製造、販売している自動車である。クーペサイドビューイックは1963年のフルサイズのリビエラで高級パーソナルカー市場に参入した最初の GM ディビジョンであったが、その一方で低価格の中型高級パーソナルカー市場の開拓への対応は鈍かった。これに対してポンティアックが1969年にグランプリを シボレーは、翌1970年に、モンテカルロを作った。同年にオールズモビルはフォーマルなノッチバッククーペの、カトラス・シュープリームを中型車のラインアップに加え、同車は、間もなくオールズの中型車のベストセラーとなった。これらと市場で競合する車種が求められ、ビュイックは1973年に A ボディの中型車、センチュリーの最上位車種として、 センチュリーリーガルを発表した。この年は1968年に登場した GM の A ボディ中型車が最初のフルモデルチェンジを受けた年でもある。初期のリーガルはフロントおよびリアスタイルが姉妹車のセンチュリーと概ね共通であったが異なるグリルとテールライトレンズを与えて区別された。リーガルは姉妹車のグランプリモンテカルロカトラスシュープリーム そしてより低価格のセンチュリーラグゼスクーペとコロネードピラーのハードトップルーフラインとグリーンハウスを共有し新しいファッショナブルなオペラウィンドウを備えていた1973年当初はコロネードハードトップクーペのみが用意されていたが1974年には4度はコロネードセダンがデビューした1975年リーガルからセンチュリーの名称が落とされた 1976年にフェースリフトが行われ、合法化された、角形ヘッドライトが、クーペでは横方向に、セダンでは縦方向に並べられた。リーガルヌインテリアは、外してセンチュリーよりも豪華に仕立てられていた。ダッシュボードや、ドアパネルの木目調部材や、センターアームレスト付けノッチバックベンチシートを備え、60対40のアームレスト付け分割ベンチシートが、 オプションで用意されていた。また、1976から77年型リーガルクーペには、コーデュロイバリのリクライニングバケットシートを含む S、R オプションが用意された。エンジンは、当初全車で5.7リットル V8 が、標準で搭載され、より大きい7.5リットル V8 は1973から74年のみオプションで用意された。 クーペは1975年から3.8リットル V6 を標準とした。1975から76年の時点では、センチュリーとリーガルはアメリカで V6 エンジンを用意する唯一の中型車であった。ドラマ、刑事、コジャックで、テリー・サバラス演じる、コジャック警部補の愛車となった。ダウンサイズされたリーガルは1978年に登場し9年続いた。 エンジンは、当初新開発の3.2リットル V6 が搭載され、由緒ある3.8リットル V6 の改良版は、オプションだったが1980年には、標準とされた。V8 は依然として用意されていたものの、排気量は4.3リットルに縮小された。変速機は当初は3速 MT が標準だったが、後に AT に変更された。 リーガルは本来スポーツカーのセグメントではなく、中型高級パーソナルカー市場を狙っていた車種で、あるが、この2代目は、性能面で予期せぬ評価を得ることになった。とはいえ、ソフトなサスペンションに、小型ホイールとタイヤ、MT の設定がないことによって妨げられていた、部分もある。 リーガル1978年モデルは3.8リットル V、6ターボと AT が搭載された点で注目に値した。同年のアメリカ市場におけるターボ車は他には、ビュイックルセーバー、輸入車のサーブとポルシェ930のみだった。リーガルターボはまた、堅固なハンドリングのサスペンションと大きいタイヤと、スポーツホイールを備えていた。 1981年のフェイスリフトはリーガルによりエアロダイナミクスなフォルムをもたらしこの車にナスカールレーシングサーキットで競争できる能力を与えたこの車のこぼれるようなフードとノーズはナスカールの数チームのお気に入りとなったリチャード・ペティは1981年のデトナど100でドライブして優勝し同社は1981年と1982年の 主要なレースに勝利し、1981年と1982年のナスカールマニュファクチャラータイトルを獲得した。1982年に新しいセンチュリーが FF の A ボディで登場したが、以前の FR のセンチュリーセダンとワゴンはリーガルに社名変更されて継続販売された。ワゴンは1983年で打ち切られ、セダンはその翌年に ラインアップから落とされた。1986年から1987年にかけては、オールズモビルの5.0リットル V8 がオプションで用意され、3.8リットル V6 が標準であった。そのいずれにもオーバードライブ付け4足 AT がオプションで用意された。1982年2月、折からのナスカールグランドナショナルシリーズでの成功を受け、 同シリーズの名称を冠した最上級モデルのグランドナショナルが登場した。搭載されるエンジンは252クイの V6、自然吸気で 127PS、4000rpm 127、28.3kgfm 4000、28. 2000rpm というスペックを発生した。翌1983年モデルで、 グランドナショナルは廃止され、ビュイック共通の上級グレードである T タイプが一時的にトップエンドモデルとなるが、1984年にはエンジンやエクステリアを一新した最上級モデルとして復活。新型グランドナショナルに搭載されるエンジンは231.3クイノ V6 にターボチャージャーを組み合わせたもので、203PS、4400rpm、41.5。 キログラムフォース M2400rpm というスペックを発生した。このエンジンはマルチポイントインジェクションやディストリビューターを配した点火装置を採用した先進的なものであり、それまでアメリカ社の主流であった大排気量の V 型8気筒に引けを取らないユニットとして注目され、クォーターマイルを15.9秒で走破するという。 当時の絞れコルベットにも匹敵するパフォーマンスを秘めていた。1986年モデルではインタークーラーに改良が加えられ、スペックが 235PS、4000rpm 45.、45.6kgfm、2400rpm に向上。1987年最終型は、さらに 248PS 49.、49.0。 キログラムフォース M までアップし人気を不動のものにした。オールブラックの外装は当時ダンスベーダーに似てることからベーダーカーとも呼ばれました。アメリカでの人気も高く305インサイダーでは復活して欲しい車ランキング10に選ばれています。GNX-GNX フルモデルチェンジを翌年に控えた1987年この世代のリーガルの最後を飾る。 限定生産モデルとして GNX が発表された。製造にあたっては、ビュイックで製造されたグランドナショナル500台をミシガン州のマクラーレンエンジニアリングへ送り、そこで GNX にアップグレードするという手法が取られた。エンジンはターボチャージャーやインタークーラー、吸気パイプの改良で効率をアップ。さらに液晶に手を加えることでブースト圧も高められ、 スペックは 280PS 4400rpm 49.8kgfm 3000rpm に達した。グランドナショナルの最後を飾るモデルとして多くの特殊装備がおごられ、エンジンのみならずサスペンションやトランスミッションに至るまで各部にモディファイが加えられている。外装はベースモデルではメッキであるパーツまで、 ブラックアウトされているのが特徴。こうした改良の結果、GNX は、クォーターマイルで12.7秒、0から60マイルパーアワー加速で4.6秒というタイムを叩き出した。これは、フェラーリ F40 やポルシェ911をも上回る数値で大きな注目を集めた。1988年モデルイヤーで登場し、 小変更を重ねながら9年続いた。W プラットフォームが採用されて、初めて FF 車となった。高級パーソナルカーという元々のコンセプトに回帰して、当初はクーペのみが用意されたが、市場縮小によって1990年に再びオン、ドアセダンを加えた。グレードは廉価版のカスタム、上級版のリミテッド、そしてグランスポーツの3つが用意された。 エンジンは、ベースモデルが、当初2.8リットル V6 を搭載し、翌年に3.1リットルに換装された。グランスポーツには高性能な3.8リットル V6 が搭載されたが、これはリーガルのみに与えられて、姉妹車のカトラスシュープリームやグランプリと差別化された。しかし、先代に用意されていた V8 と V6 ターボは落とされて、高性能版は、 ラインアップされなかった1992年 ABS がカスタムを除いて標準とされた。1993年グリルが再び変更されリアのテールライトとバンパーがルセーバー風のものに改められて電子制御 AT が与えられた。1994年ベースモデルの出力が20馬力向上し全モデルで運転席。 エアバッグ、ABS、パワーウィンドウが標準となった。また、リミテッドクーペが廃止された。1995年、インテリアが一新されて、デュアルエアバッグが装備された。1996年、3.8リットル V6 の出力が35馬力向上し、カスタムとグランスポーツのみが残された。なお、この年が、 ラストイヤーであったが時期モデルが遅れたために1997年まで製造が行われた。三代目リーガルクーペ三代目リーガル GS1997 年、モデルイヤーで登場したリーガルは再びセンチュリーの上級仕様となった。オールズモビルイントリーグ、ポンティアックグランプリ、シボレーインパラと同様に改良型 W プラットフォームをベースとし、4ドアセダンのみが用意された。 経済的なセンチュリーに対して、リーガルはより大きい新型の3.8リットル V6 エンジンを搭載し、装飾が施された内装や多くの快適装備を備えた。また、先代リーガルには6人乗りがあり、センチュリーは標準で6人乗りだったが、4代目リーガルはグランプリやイントリーグのように、全グレードとも5人乗りとなった。4代目では、 グランドナショナル以来最速となる GS グレードがあった。ターボの代わりにスーパーチャージャーを採用し、240HP、280LBFT を発揮した。2000年には、インタークーラー付け 3.8L スーパーチャージャーエンジンを搭載したコンセプト GNX を送り出した。オリジナル GNX の 276HP とは異なり、 300HP を発揮した。2002年12月26日、上海 GM デビューイック4番目の車種として製造が開始された。リーガルは中国ではセンチュリーの後継となり、米国仕様とわずかに異なるフロントのシートメタルを備えていた。エンジンは北米仕様と大きく異なり2.0リットル自家4と2.5リットル V6 の2種類が搭載された。 米国仕様よりも高価であったが、大きく比較的豪華な車種としては相当な量のセールスを生み出した。また、この車種はフィリピンにシボレールミナとして輸出された。北米向けリーガルは2004年モデル限りで一旦打ち切られ、同じ W プラットフォームベースのビュイックラクロースが後継となった。中国では2008年まで製造が続けられて、次期モデルに移行した。 四代目、リーガル GSE 中国仕様フロント、中国仕様、リアオペルインシグニアをベースとした、新型ビュイックリーガルは2008年11月に中国で発売された。エンジンはいずれも直列4気筒で当初は2.4リットルと2.0リットルターボが用意されたが、後に2.0リットルと1.6リットルターボも加わった。 トランスミッションは1.6リットルターボが6速 MT、それ以外は6速 AT となる。2009年11月、ロサンゼルスにて、GM はリーガルを2010年の第二四半期に北米で発売すると発表した。北米では、新型リーガルは、ラクロスの階に位置し、アキュラ TSX やボルボ S60 などの上級セダンと競合する。 発売開始時は、エンジンは2.4リットル時か 482HP の1種類のみが用意され、220HP を発揮する2.0リットルターボは2010年ぐらいに加わる。そのいずれにも6速 AT が組み合わせられるが、ビュイックのチーフエンジニアであるジム・フレデリコは6速、MT もオプションで用意されるだろうと述べた。また、遠くないうちに、 ハイブリッド仕様も追加されると報道されている。リーガル2011年モデルは CXL グレードのみが用意され、他のグレードは2012年に加わると予想される。MSRP は CXL が26,995ベードル、CXL ターボが29,495ベードルからとなる。また、ベーシックグレードの CX が2012年に、 追加されると見られている。北米向けリーガルは発売当初は、オペル・インシグニアと共に、ドイツ・リュッセルスハイムにて製造されるが、2011年、第1四半期からは、オンタリオ州、おシャは工場で製造が行われることになっている。2010年、デトロイトの北米国際オートショーにて、GM は、オペル・インシグニア OPC のビュイック版である、リーガル GS コンセプトを出展した。 255HP を発揮する時期4ターボエンジンとマニュアルトランスミッションを搭載し駆動方式はオードとなる。この GS の市販化はまだ決定していない。2017年4月からアメリカ、7月には中国で販売が開始された。5ドアセダンの スポーツバッグに加え、ベースであるインシグニアのカントリーツアラーに相当するステーションワゴンのツアー X を設定した。ツアー、X フロントツアー、X リア GM は、ビューイックブランドのラインナップを SUV のみとすることを決め、リーガルは2020年モデルをもって生産を終了した。ありがとうございます。